こんにちは、八十四点一メガヘルツ FM サルース FDK プレゼンツ。備えるラジオ番組パーソナリティの木村千代子です。この番組は、日常生活の中で、普段から気軽に取り組める災害などへの備えについて、片肘張らずに語ろうという番組です。本日も、五日のスタジオ・多摩プラザからお届けしています。 ね、今日も、えー、午前中はまだ今の時間、結構雲多い様子ですね。ちょっと雲が広がっていますが、この後まあ、晴れ間も出てくる見込みです。詳しいお天気はこの後お伝えしていきます。で、そして、えー、6月8日から10日ね。あの鳩口の健康習慣中ということで、今ねそうなんですよね。なんかもともと日本歯科医師会があの6と4。虫と。 読む語呂合わせで1928年から6月4日を虫歯予防デーと制定したのが、まあ、現在は6月4日から10日が歯と口の健康,健康習慣となっているということなんです、まあ、口の健康を保つということはやっぱバランスの取れた食事を、ね、楽しむことできますし全身の健康にまあ影響を与えますよね、まあ、この機会に歯と口の健康についてぜひ見直してみてはいかがでしょうか さあこの番組は毎回テーマを設けてそのテーマに合わせていろんな話をしていきます。さて備えるラジオは F.M. サルースの YouTube ライブでも同時生配信中です。F.M. サルースのホームページトップ画面のところに表示もされていますのでぜひそちらもアクセスしてください。また F.M. サルースはスマホアプリの F.M. プラプラでも聞けます。この番組ももちろん生配信中です。ぜひアプリもインストールしてくださいね。 さらに、JCBA サイマルラジオでも、FM サルースをお聞きいただけるようになっています。インターネット経由でも、ぜひお聞きください。メッセージの宛先は ms g、MSG アットマーク f m h i f ンサルース。JP でお待ちしています。この番組は、富士通電池でおなじみ、FDK の提供でお送りします。 えさて、本日は土砂災害への備えをテーマにお届けしたいと思います。雨の多い時期になっていますよね。もう6月ね。もう入っています。で、今日お話しする土砂災害は大雨や集中、豪雨、地震が引き金になることが多い災害なんですよね。土砂災害まあ、突発的に大きな破壊力を持って発生し、時には甚大な被害をもたらします。 今日は日本気象協会の特する防災のサイトよりこの土砂災害についてお話をしていきたいと思いますさあこの土砂災害とね一口に言ってもあの種類があるんです皆さんご存知でしょうか、まあ、傾斜が急な山が多い日本は、まあ、土砂災害が発生しやすい環境にありますよねで突発的に発生する土砂災害は正確に予測することが難しい災害の一つです で非常時に備えて日頃から準備をすることが大切となっていますでこの土砂災害三種類に分類されているんです土石流崖崩れ地滑りの三種類になっていますでそれぞれ、えー、ご紹介ね何度詳しく解説していきますとこの土石流っていうのはあの 山やの川底の石、あと土砂が長雨や集中豪雨などの影響によって、まあ、一気に下流へとバーッと押し流される現象ですねで規模によって異なりますが時速二十キロから四十キロという速度で破壊力がとっても大きいですねあとあの崖崩れですねで崖崩れはあの急な斜面から雨水の浸透やあと地震などの影響によって突然ガサッと崩れ落ちる現象になります で突然発生しますし。しかつ崩れるスピードが速いです。で、崩れた土砂は斜面の高さの2倍から3倍も離れた距離まで届くことがありますね。で地すべりです。地すべりは、これはあの比較的緩やかな斜面がまあ地下水などの影響によって斜面下方へ全体がガッと移動する現象ですね。 で斜面の表面部分だけはこう崩れ落ちる現象を氷層崩壊といいまして表面部分だけじゃなく深層の地盤までも崩れ落ちる現象を深層崩壊と言います。大雨や融雪時に発生しやすく一度に広範囲が動くためこれも大きな被害を及ぼします。でそして自宅のね 土砂災害まあ、どういった危険度があるかっていうことをまあ、知っていただくっていうのがとても大事になってきます。土砂災害の危険がある地区には土砂災害危険箇所として土石流危険経量、あと休憩者え地休憩者地崩壊箇所、まあ、崖崩れ危険箇所ですね。あと地滑り危険箇所、ま三、あ、つの危険箇所が指定されています。そして、えー、土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域 これはね土砂災害による被害を防止するために警戒避難体制をま整備すべき土地として土砂災害防止法に基づいて指定された区域のことになるんですよねで、土砂災害危険箇所とは違って調査を実施した後ま必要に応じて住民説明会などを経てからま指定されるというものになります でこれらの地区では土砂災害への危険が高い場所になりますので雨の時きはまあこまめに情報を確認してで大雨になったらますぐに避難をするなど他の地区より注意が必要となっています。土砂災害ハザードマップ これを確認しておいて今いる場所自宅がこの土砂災害警戒区域もしくは土砂災害特別警戒区域に入っているかどうかというのを、まあ、必ず確認するようにしてください。で土砂災害からねあ,のあなたの、まあ、皆さんのこう、ね、多湿のものを守るためにどうしたらいいかというのはまずやっぱり雨がね降りだしたら、まあ、気象情報を確認してそして早めに準備を備える。 ということまあ、自らの行動ですねそこが大事になりますで、雨の状況に応じて段階的に注意報や警報などが発表されていきます でここであの大雨の、ね、注意報警報、土砂災害警戒情報大雨特別警報ということでこう段階的にどんどんこうあの発表されていくものなんですけれどもちょっと具体的に見ていきますと大雨注意報というのは大雨により災害の起こる恐れがあると予想したときに発表されるものになります。 で大雨警報というのは、これはま土砂災害に対する大雨警報です。本日はちょっと土砂災害の話をしてますので、で大雨により重大な災害の起こる恐れがあると予想したときに発表されます。そして土砂災害警戒情報これはあの大雨警報が発表されている状況で、でかつ大雨による土砂災害の恐れが高まったときに発表されるものになります。 そして、えー、大雨特別警報ですね。もうこれはもう重大な土砂災害が発生する恐れがもう著しく高まった時ということで、まこれはもう数十年に一度の大雨になって勝つっていうところになります。もうそうなると、もう土砂災害が同時多発的にも発生する恐れが高まっている状況です。ですので、まあ,あの注意報警報、土砂災害警戒情報、そして大雨特別警報とまあ。雨の？ 降り方によってどん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 ステップアップしていきますのでまずは大雨注意報が発表されたってなると、まあ、どれくらいこのあと雨が降るのかなっていうところでまず気象情報をこまめに確認していく防災気象情報をチェックしていくっていうところからまず始めていってください。 でまたあの大雨警報、土砂災害警戒情報が発表されたときには土砂災害警戒判定メッシュ情報で大雨災害発生の危険度が高まっている地域というのも把握することができますので土砂災害発生の危険度が高まっている地域ではえ土砂災害危険箇所とか大雨災害警戒区域でえなど 先ほど言った土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域ですね。はい、この外に少しでもあの早く安全な場所へ移動する避難するっていうことが重要になってきます。じあそれではここで一曲お届けします。イースで雨の地晴れる夜です。 ゆずで雨のち晴れるやでしたえさて引き続き土砂災害への備えについてお話ししていきますえ最新の防災気象情報のこまめな確認はもちろんですが雨が降っていて周囲がいつもと違う様子を感じたらまあ、危険のサインとなりますで土砂災害の予兆というのは自分のいる地域で豪雨や長雨が続いている そして渓流の水が濁り木が流れたり土臭い匂いがするそして渓流の水位が急に減少するその他か斜面から物音がする何かが落ちてくる水が染み出すそして地面に亀裂や段差が生じるあと木が傾いたり地面が揺れる地鳴りがするいつもと違うことがとにかく何か起きるということ。 ね、雨が降り続いているときにこのようなことがあったら土砂災害がいつ起きてもおかしくありませんのですぐに避難するようにしましょうまた、すでに建物の外に出て避難することが危険な状況となっているサインはしっかり丈夫な建物で斜面とは反対側の2階以上の部屋に移動することが有効な場合もあります。 砂災害の前兆現象と思われるものがあるときや不安を感じたら高齢者等避難や避難指示などの避難情報がなくても早めに土砂災害危険箇所から外に出るようにしてください。というのも土砂災害はそのスピードとパワーがすさまじいです。ね、あの番組前半でもお話ししたように,本当にあの災害が起きてから避難しようとしても間に合いません。 避難指示、土砂災害警戒情報など出てから、まあ、遅いという可能性もありますので不安を感じたら雨が弱いうちに避難準備を進めたり土砂災害の危険性がない地域へ外出してしまうなどもう早めの行動を取るようにしてください。で近所の土砂災害砂危険箇所とか、まあ、土砂災害警戒区域のまあ外にある親戚や知人のお家に行くというのも避難の1つになります。 でも何が起きてからかではもう本当に避難ができないっていうのがもうこの土砂災害の災害のま大きな特徴の一つです。万が一危険が迫ってきたら冷静に状況を判断しながら安全な避難を心がけてください。また夜間の危険避難は危険です。明るいうちに避難を完了するようにしてください。 でどうしてもの屋外への避難が困難な状況かなどやむを得ない場合には建物の斜面とは反対側の2階以上の部屋へ移動するようにしてください。で、えー、土砂災害からま避難する場合の心得なんですが、まあ、1つ目が早く土砂災害警戒区域あと土砂災害特別警戒区域からま外に出るようにしてください。 周囲の状況を確認しできるだけ浸水していない場所を歩くようにしてくださいで土石流については土砂の流れる方向に対して直角にできるだけ高いところに避難するようにしてくださいで屋外への避難が困難な場合は建物の斜面とは反対側の2階以上の部屋へ移動するそしてもうこの自らの 身はもう自らで守るっていうことがもう何よりです。で、避難するということ、まあ、何よりもやっぱ早めの避難がもう一番あのポイントになります。で、もうあの土砂災害が発生してから避難っていうのはまあ、かなりあの厳しい状況になることが多いかと思いますので、えー、土砂災害から避難はもうあの空振りでももう何もなかった方が良かったっていうのが一番なので、早めに避難をするようにしてください。 そして避難指示や大雨警報が解除されるまでは戻らないようにしてください土砂災害は雨の降っているこのピーク時を過ぎて証拠状態になっている時にも発生する可能性がありますで突発的に発生しますので避難した後も情報や呼びかけに注意をしてくださいで本格的な雨のシーズンが始まっています このハザードマップを見て自宅やよく行く場所が土砂災害警戒区域やあと土砂災害特別警戒区域に入っている場合は雨が降りだしたらこまめに最新の防災気象情報を入手するようにして、まあ、少しでも不安を感じたら早めに避難をするということを、まあ、確実に身につけていただければと思います。え今日は土砂災害への備えについてお話ししましまた えー、さてなるほど電池式のコーナーになります今日も電池の豆知識や雑学をご紹介していきますで今回のテーマは乾電池の起源です先週は電池は誰が発明したおテーマに電池の起源についてお話ししましたが、まあ、今日は乾電池の起源についてお話しします 実は、あの乾電池は1887年に世界に先駆けて日本で誕生しました。その発明者はヤイ、八井崎蔵さんという方です。これまでの電池は、溶液がこぼれるなどの難点がありました。この問題点を、炭素棒にパラフィンを含針することにより解決したのが八井崎蔵さんでした。 ただ、八重さんの会社は資金が足らずに特許の出願ができず日本における乾電池の特許の第1号は高橋一三郎さんという方です。また、海外ではドイツのガスナーデンマークのヘレセンが1888年に乾電池を発明したことになっています。なるほど、電池式のコーナーナでした。 日本気象協会公式電気サイト、電気 jp から、今週のお天気をお伝えします。え今、横幅の気温は、えー、ちょうど二十四度、八分まで上がっていますね。はい、でこの後は、今日は二十六度まで上がる予想となっています。あのこの番組始まった時は、少し雲が多かった。 ですけれども、日差しが少し今出てきてる状況ですね。この後、あの晴れ間が広がってくるね。晴れ間が多くなってくる見込みです。で、その後明日以降ですが、神奈川ね、えー、木曜日にかけてはの晴れの天気続きそうですね。 でえー、金曜日、土曜日も日差しはある天気で、日曜日はちょっと雲が多い天気というふうに、えー、だんだんと変化はありそうですが、えー、今週は、えー、気温もちょっと。 高めですね、27度前後の日が多くて6月中旬から7月上旬並みの気温ということでちょっと熱中症にも注意が必要な時期に入ってきましたで全国的に見ても、まあ、10日木曜日にかけて晴れるところが多くなりまして、まあ、季節先取りの気温が続くでしょう。熱中症対策しっっかりとなささてください で関東甲信など梅雨入りは平年より遅れる見通しとなりそうですで最新の天気予報は日本気象協会公式天気予報専門メディア天気 JP で確認できますえぜひ日々のお天気チェックには日本気象協会天気 JP アプリウェブサイトを活用してくださいね クイーンでサンバディ・トゥ・ーラブ。ということで今はちょっとあのチャット YouTube ライブのチャットに確認いただいていますね。えさんです えー、八重崎蔵先生懐かしいということで,であのなるほど電池式で先ほどご紹介しました日本における、まあ、乾電池、ね、作った方ということで乾電池は1887年、まあ、日本で誕生してそして作ったのが八重崎蔵さんということでこれ本当に私も知らなかったんですけれども乾電池は日本で誕生したんです。 ねえ、八井先蔵先生懐かしいということで秀夫さんチャットコメントありがとうございましたさあ今日は土砂災害の備えについてお伝えしました、ね、雨の多いシーズンに入っていますぜひ皆さん気象防災情報こまめにチェックなさって土砂災害の備え今日のお話参考になさってくださいこの番組は富士通電池でおなじみ FDK の提供でお送りしましたパーソナリティは木村千代子でしたまた来週お会いしましょう